エトラちゃんは見た。私はアザミ。このエトラ公園の隣に住む独り身の年寄りだ。夫とは死別し、今はひっそりと年金生活をしている。そんな私の楽しみは、こうして元気に遊ぶ子供たちを見守ることだ。こんな綺麗で子供たちも安心して遊べる素敵な公園があるのはありがたいね。あらまあ、あの子きっと歩き始めたばかりだね。ダメよクラキ、拾ったもの食べたりしちゃう。あ、やだこれ、ガラスだわ。大変大変、口に入れる前でよかったね。あ、アザミさん。まあ、よく見たらその辺にもたくさん落ちてるじゃないか。危ないですね、誰かジュースの瓶でも割ったんでしょうか。困ったことに、最近やたらとこの公園にゴミが散乱することが増えているのだ。踏んだり食べたりしちゃいけないね。どれ、私が今家からゴミ袋を持ってこよう。すみません、ありがとうございます。しかしガラスの破片を放置したり平気でゴミを捨てたり信じられないね。どうしてちょっと持って帰ることもできないんだ。どこのどいつだ。まったく、その答えは割とすぐ分かったのだった。最近出てきたこのアイドル、ういういしいね。名前は、確か…ん？なんだい？ずいぶん外が騒がしいね。何やってんだい、あいつら。この公園は花火禁止だっての。それにバケツも用意してないし危ないじゃないか。お父さん、もう一個つけて。おう、待ってろ。よっと。さあ、じゃあ次はこれやるか。わーい、ネズミ花火。ちょうどいい公園があってよかったわね。最近のゴミはあいつらの仕業か。なんてマナーが悪いんだ。子供の教育に悪いったら。こりゃ一言言わないとダメだね。これあんたたち、この公園は花火禁止だよ。火事でも起きたらどうするんだい。それにゴミもちゃんと家まで持ち帰りな。なんだこの偉そうなババ。別にあんたの公園じゃないんだからどうしようか勝手でしょ。ズルズル、何言ってんだい。公園はみんなの場所であって、あんたたちが好き勝手していいところじゃないよ。うるせえ、あっち行け。いいぞ赤松。ちょっと気をつけてよ。あっち行け、あっち行け。なんて親子だい。こんな頭のおかしい連中初めてだよ。あ、逃げた。よし、よくやったぞ赤松。あまりの出来事にたまらずその場から逃げ出したが、さすがに放ってはおけず警察に連絡。もしもし、公園で花火をやってる親子がいるんだけどね。しかし警察が駆けつけた時にはもう彼らの姿はなかったのだった。どうやら帰ったみたいですね。しかし片付けもせず、これはひどいな。そうだろう。まあまた騒音や危険行為があれば通報してください。その時はしっかり注意しますから。まあ仕方ないか。花火を向けられても届かない距離だったし、物を壊したわけじゃないからね。とにかくあの親子には二度と来ないでもらいたいね。しかし翌日。ずるい。楽しいね。あ、またその翌日。イエーイ。あ、動画撮るから待って。そのまた翌日。ちょっと飲みすぎだって。新記録だな。うぬー、もうあったの来たよ。こうなりゃ警察が来るまで足止めしてやろうじゃないかい。さ、そろそろ帰りましょう。また明日も来ようね。あいつらまた片付けもしないで。あ、そうだ、ひらめいた。私はその親子を追跡し、家を特定することに成功した。あの部屋だね。よし。これでよしと。じゃ、行ってくるぜ。行ってらっしゃい。なんじゃこれ。何よこれ、ひどい。くそ、誰がこんなことやりやがった。早朝バレないようにこっそり彼らのゴミをお返ししておいたのだ。そんなことを数回繰り返したところ、いつしかばったりとあの親子はエトラ公園に来なくなったのだった。しかし。ねえアザミさん、知ってる？最近5丁目の公園で夜中に花火をしてる親子がいるんですって。何？金髪のお父さんに赤い髪のお母さんらしいけど、アザミさんが言ってた人たちかしら。うん、間違いないね。あのマナー違反親子だよ。ようやく懲りたと思ったら場所を変えたんだね。ずぶとい連中だよ。ゴミも平気で散らかしよって。
近所に住むわしには腹立たしい限りじゃ。そうだ、じゃあみんなでやればいいんじゃないかい。それから私の友人伝いにあの親子の話が広がり。もう誰よこんな嫌がらせしてくるのは。彼らが放置したゴミを見かけたら問答無用で家まで返しに行くという慣習が生まれたのだった。そんな地道な仕返しが効いたのか、再びこの町の公園にゴミが置かれることはなくなった。やれやれ、ようやく元通り子供が安心して遊べる綺麗な公園に戻ったよ。あずみさんこんにちは。はい、こんにちは。最近また公園が綺麗になりましたね。そうだね。そういえばうちの娘が通ってる幼稚園のお友達の中にどうやらゴミを捨ててた子がいたらしくて。あら、もしかして赤松って子かしら。そうです、ご存知だったんですね。その子最近捨てたゴミが家の前に置かれてるって落ち込んでたみたいで、それで幼稚園の先生に。そっか、家の前にゴミを置かれるなんて嫌だよね。うん、でも元は赤松くんたちが捨てたゴミなんだよね。ルールはちゃんと守らないと赤松くんみたいに嫌な気持ちになる人がいるかもしれないよ。もちろん家の前にゴミを置くなんて絶対ダメだけど、それが嫌なことって分かったなら赤松くんはもうそんなことしないようにできるよね。もうしない、ちゃんとルール守るよ。よしよしって反省してたみたいです。ちなみにお父さんお母さんはがっつり注意されたそうです。ざまないね。それもあってゴミが出なくなったのかもしれませんね。そうね。しかしゴミを家の前に置いてくなんてそんなめんどくさいこと誰がやったのかしら。よっぽど腹が立ってたんだろうね。さあ誰の仕業かね。こうして親子は反省したのか、以前のようにマナー違反を繰り返すこともなく、その後も公園は綺麗なまま。まあ私たちがゴミをお返しする必要もなくなったのだった。やり方はちとあれだったが結果往来かね。またやってたらまたお返しするけどね。そうだの。一方その頃、あっゴミが、ゴミが。何、拾って拾って。ご視聴いただきありがとうございました。自分で出したゴミはちゃんと持って帰る、それは当たり前のことです。そんな常識を持ち合わせていないのであれば、正直公共施設は使わないでいただきたいと私は思います。仕返しに少しうーんと感じる方ももしかするといらっしゃるかもしれませんが、まあ公園に置いて帰ったゴミ、もとい忘れ物を届けに行ったということで、ある意味親切心とも取れますよね。何にせよ目には目を、歯には歯を、身をもって味わったことでしょう。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。